こんにちは。ラットスタイルのラットです。今日はですね、先日入会いたしました。こちらのスペシャルな革ジャンについてご紹介したいと思います。よろしくお願いします。今回ですね、入会しましたのが、こちらのグルービンハイよりですね、2022年秋冬の新作モデルとしてですね、登場いたしましたレザージャケットになります。こう見ていただくとわかる通り、エポレットのワンスターがね、こうかなり光り輝く革ジャンなんですけれども、ワイルドワンというですね、1953年公開の映画、マーロン・ブランドを演じるジョニーが当時着ていたとされるダブルライダースをベースにですね、グルービンハイらしく、非常にこう、細部までこだわったパーツであったり、シルエットのレザージャケットが登場しております。はい。当時はですね、このワンスターから、ショット社のですね、ダブルライダースだというふうに言われていた、まあそういった説もあったんですけれども、いろんな考察によりですね、幻のブランド、デュラブルのですね、レザージャケットではないかというところで、まあ、まあ今に至っているわけなんですけれども、そういった、まあ見分けがついた特徴的なディテールなんかをまず、ちょっとね、ご紹介まずしていきたいなというふうに思います。はい。もうね、本当に先ほど冒頭に申し上げたように、この、肩にね、両肩につくエポレットのワンスターはもちろんなんですけれども、このね、クラウン、まあ、当時のディテールだとクラウン社の、フロントのね、ジッパーが使われていたんですけれども、この辺もですね、当時のショット社と、デュラブルとの、デュラブル社とのですね、違いが あったというところなんですけど、袖口ですね、この辺の非常にこう長い、袖のジッパー、そしてこの、外側についた仕様なんかもですね、非常にこう見分けがついたポイントだったみたいです。はい。そしてね、このベルトの、八角の、非常にこう迫力満点のですね、ベルトも見極めるポイントだったのではないかというふうに思います。今回に関しましてはですね、1953年の中でも後期のモデルを今回、イタリアンホースレザー、いわゆる馬革ですね、に落とし込んだモデルなんですけれども、当時の53年のですね、後期の方にはこの、まあ、ムートンはなかったみたいなんですけど、このあたりは前期のものを使用したということで、前期と後期とですね、本当にこう、相中のいいところを取った、グルービンらしいジャケットになっているかなというふうに思います。で、バックスタイルに関してなんですけれども、こんな感じでですね、ベルトも、まあ、後ろまで全部こう繋がっているわけではなくて、両脇のところから、ベルト、ね、フロントの方にベルトがこう伸びているというふうな仕様になっております。そして、両脇の方には、非常にこう、可動域の広いアクションプリーツが施されているというですね。今回のこのレザージャケットに関しましては、まあ、オリジナル同様だと思うんですけど、非常にこう袖付けの長くてですね、こういった腰も、ね、こんな感じで当ててあったりだとか、まあね、ダブルの見頃。本当にこう、バイカーの方には非常にこう愛される、当時の雰囲気をまとった、レザージャケットなんじゃないかなというふうに思います。個人的にはね、やっぱりこの辺の肘型のチェーンジップなんかも非常にこうかっこいいなというところなんですけれども、このね、イタリアンホースレザーがですね、本当にこう経年変化していった時の、雰囲気なんかもね、見てみたいなというふうに思うんですけれども、今回うちはですね、S サイズと S、L サイズが、ね、ご予約いただいた分で、ね、先日、到着した時にすぐ発送の方させていただいたんですけれども、残り当店の方でですね、この M サイズ、38がラスト1点というふうになっております。M サイズということで、まあ、僕自身もですね、この M サイズであれば、本当にこう、T シャツ1枚で着るには非常にこう、いいぐらいのサイズ感かなというふうに思っております。これを着てですね、本当にこう、マーロンブランドになって、かっこいいね、バイクスタイル。まあ、タウンユースでもですね、非常にこう、かっこよく着用していただきたいなというふうに思います。はい。ということなんですけれども、今回ですね、入会いたしました。もうヴィンテージの雰囲気、バチバチにまとったこのダブルライダース。ぜひ、ね、ご体感いただければなと思います。非常にこう、馴染みやすい馬革を使っておりますので、まあ見た目とはね、裏腹に非常にこう、着やすくて、存分に楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、詳しいディテールとかに関しましてもですね、当店のブログの方とかでも、詳しくご紹介させていただいておりますので、そちらの方も、一緒にね、見ていただければなと思います。
ということで、今日はね、手短ではございますけれども、このグルービンハイ、から登場いたしました。2022年秋冬の新作モデル、デュラブルの1953年ベースの、ダブルライダースの、ご説明でございました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。